で、はい、よろしくお願いします。はい、まず最初の質問なんですけども、監督さん今回がデビュー作というふうにとおっしゃってたんですけれども、まあ特にその今回の作品で意識されたこと、もしくはまあ監督さんの中で一番こだわった点っていうのをちょっと聞かせて、またなんか、そうですね、まあ。コンテを書いたことは、コンテ演出みたいので、ま、前に1本、30分ものをやってまして、まあ、それがあったんでね、今回も、まあ、もう今回はまあその作品1本っていうところで、トータルになんかシナリオからその関わって話を作るっていうところからやって、最終的にまあフィルムまでっていう非常に長い道のりだったんですけども、その中でそうですね、気にしてたのはその一つの作品としてきちんと、70分なり80分なりっていうのを一本の作品としてなんかこうまとめるっていうのがやっぱり、初めてでしたし、それをなんか気にしてはやっていたような気がしますけどね。すいません、なんかあんまりまだ頭がうまく回らないんで答えになってないようですけどね。そうすると結構エネルギー的には使った。そうですね、なんか話を作るとこから始めて具体的にそのじゃあ、この子はじゃあどういう部屋に住んでいるんだっていう絵を描いたりっていうところからみんなやってたわけで、そういう細かいところから大きい全体の構成までっていうのはついなんかね、目の前の作業もなんかその集中してしまうんで常にその全体を見るっていうのが難しいなっていうのがありましたけどね。その一カット一カットね、絵描いてくるんで大変でしたね、それは。これやっぱり作画力入れてたように思うんですけれども、そうですね、いや作画だけ力を入れるとかっていうことではないと思うんですけど、もう少しそのこのシーンはすごいぞとかこの作画を見ろっていうそのやり方じゃなくて作品の流れの中で、見れたらいいなっていう、だからもうちょっとなんかシーンを取り上げてどうこうっていうよりも、まあ80分ぐらいだったのかな、80分で、なんか一つのことを言いたいなっていう、ついなんかで、ね、その派手な作画とかに行ってしまいがちなことがよくあったりするんですけど、まあ今回はそういうことよりも全体の流れとか、そっちの方を重点的にやってましたけどね。それからストーリー的に結構80分通しでガッと見ると、いろいろ見てる人が考えるっていうか、例えば、現実のそのストーリーがあって、それからまあ、美馬自身の葛藤があって、でさらに、まあ、バーチャル美馬がこう出てきたりしますよね。その現実と非現実がこう裏表というか、その場面場面で果たしてこれは現実なのかという今の中の葛藤なのかで、バーチャル今が出てきたりというその、なんていうんですかね、境目っていうんですかね、なんかそれをこう結構パッ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 という感じで、あ、これは現実だったんだ、あれそうじゃないのかなっていうのを結構見てて考えたんですけども。そうですね、そういうのはシナリオの段階から、そういうのが売りというか、そういうことをやりたくてね、手法的にも、わざと分かりにくくしてるところもあることはありますね。ただどうなんだろうな、そんな見てて分からないっていうことはないんじゃないかなっていう気はしたんですけど、まあ、もうちょっとね、最初のそのシナリオだったり、最初に考えたコンテでは もっとなんか説明的なっていうのは分かりやすく見せなきゃと思ってたところがあったんですけど、まあいろいろ諸般の事情で、当初予定したものをなくすとかね、そういったことで、多少分かりにくくなってよかったなと、もうちょっと不親切でもよかったんじゃないかとなっていうのは思いましたね。説明しすぎかなって、ちょっと誰かで、ね、見てる人が困るようなものにしたかったんですけどね、なんか親切になっちゃいましたね。あと、まあ、そういうストーリーなおかつ結構カット割りも凝って
カット割られてたような気がしたんですが、やってる本人にしてみるとこれが凝ってんだかその凝ってないんだかっていうのはあんまりよくわからないんですけど、自分なりのスタンダードっていうかね、そういうのを普通に、呼吸とかそのいわゆる文体みたいなもんなんでね、それはなんか、普通にやってるっていうだけなんですけどね、そんなにあんまり凝ったことをやった覚えは、ないと思うんですけどね。その割には、まあ、作画に負担をかけてる面が、あるのかもしれないですけどね。要はこう部屋の中に誰かが一人いるっていうのを普通に描きたいってそうあるように描けたらいいなと思ってやってたんですけど、それが一番難しかったかなっていう気がしますけどね。やっぱ監督さんの中で、この作品、まあ多分頭の中で実写に置き換えてる、当然置き換えてると思うんですけど、いやそんなことないですよ、それはないですって、うん、実写っていうのは全然、ね、別に頭の中で何か作る時にそんな出てこないんで、まあもともと絵描きなんでどうしても日本語で物考えるようにね、こういうのでもやっぱり絵で考えてるとこあるんじゃないかな。よくなんかその実写みたいなって言うんだけど、あんまりそんなことないと思うんですけどね僕。まあ、制作過程の中でいろいろあって、例えば、まあ、声優さんの絡み、まあ、アフレコ等々なんですけども、そうですね、ありますね。例えば、まあ、主役の妙だった岩尾さんを今回主役でということで、その辺いろいろどうですかね、キャスティング的なこととか どうでしょうかねっていうね。まあキャスティングはなんか僕ほとんどそういう声優で、あの声をやってたのが誰でとか具体的に名前って全然知らなかったんで、ほとんどそのテープで、サンプルというかオーディションのテープとサンプルテープからまあここで作業しながらそれを聞いて、選ばせてもらったんだけど、やっぱりそんなになかなかね、思ってた通りの声があるわけでもなくて、その中でね、やっぱり消去法ってわけじゃないんだけどね、これじゃないよなっていうところをこうやっぱり外してて、最後にね、うん、だんだん何回も聞いてるうちに、うん、こう自分の頭の中で一応キャラとキャラのその顔と、声がまあ一番一致したあたりをというつもりではあったんですけど、ただ岩尾さんに関してはね、なんか一番なんかその候補の数も多かったんですよね、主役で。聞いてるうちに誰でもいいような気もしてたんだけど、こうやっぱり何回か聞いてるとね、こうぴょこっとこう飛び出して聞こえるっていう感じがあったんで、どういう役をやってた人なのか全然知らなかったんですけど、この人がいいんじゃないかなっていう、それがたまたまなんか、人気のある方だったらしいですけど、あんまりだからそういうのって知らないんですよね、僕。なんかすごいいい加減なこと言ってますけどね。まあ、この作品に関して通して、訴えたいことっていう、訴えたいことですかね。なんか訴えようっていう気はないんですけど、なんだろうな、その、さっきもちょっと話が出てたけど、そういう現実感の喪失っていうか、それをなんかこう、今足元が危うくなってて、まあ、今回だとその劇中劇と、バーチャルっていうのと、現実、一応現実として語られるものっていうのがあって、まあ、それが交錯していくっていうところで、その自分がどこに立っているのか、現実感を喪失していく。喪失していく感じっていうのを、まあ、ずっと書いてるんですけど、それでだからそういったものを、なんでしょうね、自分の中でこう超えて私はここにいるっていうことをこうきちっと取り戻す、そのためには誰の助けも借りられなくて、自分で乗り越えるしかないっていうような、そういったようなことなんじゃないかな。訴えたいっていうかね、こうある時期不安定な、例えば社会人としてこう出てったりした時に、こう最初はね、なんかいろんななんかこう一人暮らしで、ね、刺激とか、ね。